はい、皆さんこんにちは。Nフラワー代表フラワーアーティストシンです。4月からですね、Nフラワーの全国スクールで出来上がったフラワーアレンジメントとか花束とか、あとは会員さんが生け込んだアレンジとか花束とかを対象にして、ベストフラワー賞というのを選ぶことに決まりました。そして4月中にね、こうエントリーされた作品が、まあ、なんと100作以上ありました。で今回4月に Nフラワーデザイン展が氷川丸でありましたけれども、その時に出た作品は今回のエントリーからは外させていただいてます。あれはまた別とさせていただいてます。そして、僕がね、こう僕の一存で、全てそのベストフラワー賞を決めさせていただいたんですけれども、本当はね、こう3つぐらい選ぼうかなと思っていたんですが、素晴らしい作品が多くて、今回は、こちらに今あるんですけれども、12作、ベストフラワー賞を選ばさせていただきました。今回はこの動画ではそのね、素晴らしい作品をこれから紹介させていただきたいと思います。でまあこの作品のね、この12個の中の順位というのはないんで、まあこれは名前の順でもないんで、順位不同で、ここで発表させていただきます。まず第1作目は、ひとみさんの作品です。こちらはですね、フォルムがすごい印象的でしたね。花束の、これ花束なんですけれども、ミスカンサスという葉っぱがこう内にこうラインが入っていくんですね。内に入っていって、そのね、入り方がね、すごい絶妙なんですね。でそれでフォルムをこう形成していて、とっても印象的な素晴らしい作品だと思いました。次に第2作目です。次は滝口さんの作品です。こちらもですね、これ花束作品なんですけれども、花材の特性を生かしたアップダウンがうまくできてますね。そして色の使い方と、その花材の特性を生かしたアップダウンが、とてもうまい作品で、やっぱりこの刃物の使い方がね、うまくできてると思います。はい、次3作目ですね。野沢さんの作品です。こちらも、これはね、先ほどの滝口さんの作品とは違って、ちょっとこうフォルムは丸くできてるんですけれども、その中にあるこう微妙なアップダウンとか、この刃物との上下関係ですね、この辺りの使い方がとてもうまかったと思いました。はい、次に4作目ですね。次は吉井様の作品です。これはね、このミスカン、右に向かって右に出てるミスカンとキキョウランとかの流れですね。これがね、なんか何とも言えないこう花束のフォルムからの流れになってるんですよ。なのでね、もう本当にこう一発目の印象でこれ選ばさせていただきました。はい、次に、こちら渡部さんの作品です。これはね、キャスケードブーケっていうね、キャスケード型のこうブーケになってるんですけれども、こちらですね、やっぱりこのね、花の流れですね、すごいこうシャープなラインでスッとこう入ってるじゃないですか。もうね、パッと見やっぱりこのフォルムには目が惹かれました。とってもね、いい作品で、色のね、流れのバランスもいいですね。とても良い作品でした。次の作品は市野ちか様の作品です。いや、これもね、やっぱり枝物の使い方と花とこのベアグラスですかね、の細いラインの使い方がものすごく絶妙です。とっても素敵でした。印象的で素敵でしたね。はい、まあ、なんかこうパッと見ですごい惹かれるものがあったんで、素晴らしい作品です。これからも頑張ってください。はい、次に阿久津さんの作品となります。このね、ツツジの
これ辻なんですよ。辻の枝の組み方ちょっと丸めてるんですよね、辻をね、まあ、そういうとこがすごいトリッキーだし、そのモルセラットカラーがこう流れてるんですけれども、そっからのこの流れもすごく良かったです。とてもね、目を引く素晴らしい作品だと思いました。まあ、この手の作品は一歩間違えると本当にバランスが崩れるんで、絶妙なバランス感覚が素晴らしいなと思いました。次に、今のね、渡部さんと市野さんと阿久津さんの先生になります、神田、マスター講師の作品です。これは、名前がね伏せられていたんで、僕は神田先生の作品がわからないで選んだんですが、まあ本当にこうグロリオサの一本一本のライン使いとか葉っぱの使い方とか本当にこう絶妙です。これも本当に火の打ちようがないところの作品でしたね。はい、さすがだと思います。はい、次に、こちらは竹内さんの作品です。これはですね、色の使い方と色、花の入り方ですね。これは花束なんですけれども、これがね、なんだろうな、この空間の取り方がすごいエレガントで絶妙なんですよ。すごいね、こうふっとこう惹かれる、で入り込んじゃう、ね、作品です。素晴らしい作品でした。はい、こちらは千葉で講師をしている、野村さんの作品です。こちらもこうルスカスのね、こう絶妙な花束の組み方とか、あとライン一つ一つのこの精度ですねがビシッと決まっていることと、あと色の配分ですね、これも絶妙です。もう本当にパッと見アレンジだか花束だか、まあ先のね、今まで紹介した作品もそうですけれども、わからない、もう本当に花束の技術が優れてる人じゃないとできない作品です。素晴らしい作品でした。次にこちらの作品は、東京でね講師をしている高橋さんの作品です。これもですね、このルスカスの使い方、野村さんとは違う使い方なんですね。これはねフォルムに使ってます。それとこの下の花とのこの空間の取り方で、そこにこうエボダのラインがね少しこう入ってるところとか絶妙なんです。本当にこう綺麗だなと思える作品ですね。素晴らしいと思います。はい、はい、次にこれは野田さんの作品です。これは先ほど紹介した、野村インストラクターの、生徒さんになる方なんですけれども、これは円の作品ですね。アレンジメントです。円の作品になります。まあ、N フラワーの、ね、円のスタイル割とこう難しいんで、このラインがね、うまくライン取りができない人多いんですけれども、この作品は本当に素晴らしい円の作品の見本のような円の作品になりました。とっても色合いも良くてね、空間の取り方も良くて素晴らしい作品だと思います。はい、以上12作が2018年4月のベストフラワー賞となります。またね、5月は5月で選ばさせていただきたいと思います。で最後にね、OK、年間のこのね、全部の月間で出た作品の中から一番いい作品を年間賞として選びたいと思いますので、そちらも楽しみにしてください。今日はですね、4月メグレフラワー4月のベストフラワー賞の紹介でした。またね、次回このそろそろ、ね、アレンジメントとかフラワー花束を作るの見たいという方が多いんで、そちらをアップしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。また受賞された方おめでとうございます。 See you next time.